2020年式の GTR ニスモです。この車ですね、すでにドイツで乗ってるんですね。もうその時点でこの車を超える日本車は今までにないし、多分今後も絶対出てこないなというふうに思いました。で、何がすごいかというとですね、バランスがめちゃくちゃいいです。普通ですね、これ600馬力のエンジンなんですけど、600馬力の車全開で走らせるっていうと結構ですね、怖いんじゃないかって思うと思うんですね。ところがこの車ですね、もう乗った最初からもう全開でさっきと攻めても楽しいだけで、どこがまあいいのか、2017年のニスモと比べてどこが違うのかということですね。本当に小さいことの積み重ねなんですけど、そういうのが大きいんですね。例えばですね、ボンネット、それからフェンダー、このバンパーですね、これみんな、カーボン、焼いたカーボン、これ200万以上するそうです。ぶつけると、ぶつけちゃダメですね。それからですね、ブレーキ、ブレンボのでっかいブレーキ、これ20インチに入るギリギリのサイズをオーダーしたそうです。このカーボンのブレーキはですね、もう街中使ってるとほとんど減らないので、おそらくこのブレーキは普通に乗ってれば30万キロとか40万キロ持つと思います。そんないろんな改良を加えた GTR ニスモ2020年、改めてですね、袖ヶ浦サーキット、日本の袖ヶ浦サーキットでフルアタックしてみたいと思います。さあ、GTR ニスモ日本仕様です。一周はウォームアップ、とりあえずモードはですね、サスペンション R、駆動 R、トラクションコントロールというか横滑り防止装置カット、男らしくいきます。ウォーミングアップなんですけど、もう十分速いですね。600馬力あるけれど、サスペンションがやっぱねすごくいいので、全然怖さ感がないですね。もうガンガン踏んできます。サスペンションもそうなんだけれど、車のですね、エンジンのレスポンスがすごく良くなったんですね。このぐらい G が出るとあんまりうまく喋らない。エンジンのレスポンスが良くなったので、同じ600馬力、2017年のニスモと同じ600馬力なんですけど、全然こっちの方がレスポンスがいいんでパワー感ありますね。こういうところの立ち上がりすごくいいです。楽しい、めちゃくちゃ楽しいです。真面目な話、この車って年間300台ぐらいしか作れないんですね。で、だんだんこういう車ってモデル末期になってくると人気が出てくるので、おそらくバックオーダー1年間、300台ですよね。噂によればこの車売れるのは2021年の、末、またはいろんなまだはっきりしてないんだけど2022年の末まで、そうすると2022年の末までとしても売れる台数ってもう限られちゃいますよね。3年間だと900台、でそんだけ売れちゃえばもう買えないです。で、こういう車出てくる可能性はあるかっていうと、もうですね、騒音規制でまず非常に厳しい。で、この車売れなくなる最大の理由は騒音規制です。で、騒音規制はエンジンの音だけじゃなくてタイヤの音も厳しいので、もうこのぐらいの太いタイヤ履くともう騒音規制厳しいです。それからその次に待ってるのは燃費規制。燃費規制ももうほとんど2025年になると、ハイブリッドがベースになるというようなことになるので、もうこの車もやっぱりこういう車を作ることができないんですね。だからもし最後のですね、楽しいエンジンの車を買おうと思ったら、もうこの GTR を買うしかない。さて、これはニスモではない GTR です。乗り心地いいし、もうパワーは十分にあるし、
それから何より車がちっちゃくなった感じしますよね。それは多分ボディ剛性とかがみんな上がったから車の動きがこう良くなったんだと思います。これがですね、1000万ぐらいから買えるということを考えると、ポルシェで言ったらターボですからね、まあ意外とお買い得プライスかと思います。で、街中乗ってるんだったらもうこれでもう十分、もうサーキット全開で走んない人はもうこれで十分。あれね、GTR 何が良くなったっていうとね、全部がスムースになりました。昔の GTR しか乗ったことない人はあんまり多分イメージ良くないと思います。僕もGTR のイメージあんまり良くないんだけど、もうこのね2020年モデルのね、もう本当によくできてる。車ってやっぱり熟成すればもうすごい熟成するんだなって本当によくわかります。 GTR の本当一番素晴らしいところはスピードを出さないでも楽しい。今本当制限速度で走ってるんですけど、この速度域で走っていてもね、車のエンジンのこう感触とかステアリングからこう伝わってくるハンドルの手応えとかすごくいいんですよ。で、なんかね、飽きないっていうのが一番大事だと思います。いやいいな。ぜひともおじさんたちは最後の1台におすすめ。いやいや、やっぱり素晴らしいですね。でもしお金があって、で使う予定がなく、お金持ちがいたらですね、とりあえずこの車買っとけば10年しても絶対にですね値は下がらないと思います。保証はできないですけどね、まあ、とりあえず間違いなくエンジンで走る日本車というのはこれが最後になると思いますので、ぜひともですね、普通の GTR も含めて、僕は普通の GTR 考えてるんですけど、皆さんもですねお金貯めて頑張ってください。